はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。脱法デッキ製造工場へようこそ。工場長のルイです。さあ本日なんですが、セレナちゃんデッキムーンライト、こちらをね取り上げていこうかなと思っておりまして、新しくねガーディアンキマイラーが新パックで追加されて、まあ、融合このテーマも使えるので強化が入ったのでちょっと作り直してきたんですけども、あのねちょっと新制限が発表になりまして、デッキがですね一瞬にして脱法デッキと化してしまいました。もう編集は撮影終わって編集するだけだったんですよ。でなんかサムネイルとか作って、なんかそのオープニング撮ろうと思ってたんですけども、あの新制限発表されちゃってね、このデッキなんか違法行為、あの制限を新制限守っていないデッキになってしまいましたので、今から作り直します。まずですね、ディバインガイがですね禁止になりましたので、まあ、ディバインガイは、まあ、アウト完全にね。でまあディナイアルになりますね多分ね、これね。ディナイアルガイにしましょう、一旦ディナイアルガイにして、で、まあ、ダッシュガイはダッシュガイのままじゃないと、あの、デスペに出せないんで、デスペにの素材として出せないので、まあ、ここはこれでいいかなっていう感じですね。で、あ、ここは、あの、おすすめのなんか、あの、組み合わせあったら他に教えてください。ほんで、フュージョンデスティニーは、リミット1になるので、まあ、一応1枚減らして。で、なんと、演武天気も、リミット2になるので、まあ、これも、まあ、1枚減らすという感じですね。はい。これで一応完成です。残念ながらね、ちょっと動画、撮影 していた時のレシピと違う感じになるんですけども。まあ、動かし方はほぼ変わりません。基本的には。まあ、言うてフュージョンデスティニーのすべきがなければ、まあ、アナコンダすればいいだけなんで、実質ね。で、アナコンダでフュージョンデスティニー打って、で、ディバインガイは落とせなくても、ディナイアルガイとダッシュガイで別に融合はできるんで、まあ、そこまでね、大きくは変わらないですね。で、まあ、デッキとしては、ま、ちょっと薄くなったし、なんか、なんなら回しやすくなったみたいなところはあるかもしれません、もしかしたら。まあ、ちょっと、演武天気の2枚がめっちゃきついですけどね。まあ、鉄十にちょっと文句を言いましょう。鉄十と十二支に。ほんで、まあ、どういう、まあ、動かし方をしていくかっていうと、基本的には融合をしていくように僕は組んでいくので、ムーンライトは。まあ、もちろんね、エクシーズが結構軸として強いんですよ。ムーンライトって。レベル4めっちゃ並びますから。なので、まあ、もうちょっとエクシーズに寄せるんだったらエクシーズに寄せたりとか、あと、ワイズストレックス、フォースストレックスとか入れてね。まあ、ちょっとソリティア気味にしてもいいんだけども、まあ、今回は、未来竜王、未来砲、未来竜王と倉庫ぐらいにしといて、エクシーズは。融合もして戦っていくっていう、まあ、構築にしていますと。まあ、ムーンライトですからね。はい。で、まあ、エースモンスターがこのライオダンサーっていうやつで、まあ、こいつを出していくっていう感じになります、基本的には。こいつは効果の対象にならないし、効果で破壊されないっていう相手の。で、1のバトルフィッチを2回攻撃できて、このカードがモンスターを攻撃したダメージステップ終了時に、相手のフィッチの特殊強さのモンスターをすべて破壊するっていう効果があって、まあ、ダメージステップ発動できるんで意外と無効化できなかったりするもしますし、2回攻撃できますから、相手の全部破した後にダイレクト通りますし、あとそれから、カルズチェックを、融合さんにして除外していくと、バトルフェンチ相手効果発動できないので、まあ、これが無効化できないっていうのもありまして、結構強いんですよね、こいつが出せると。で、こいつを出してぶん殴っていくっていう、まあ、そういうね、デッキです。で、まあ、融合していく方法が、まあ、ブラックシープから持ってこれる融合で普通に数値融合していく方法と、あと、ムーンライトフュージョンで融合していく方法があります。まあ、ムーンライトフュージョンは相手のフィールドの上に、なんかエクサデッキか特殊なサイドモンスターがいると、なんかデッキから融合作用を送れると。エクサデッキからも送れるということで、まあ、パンサーランサーを送って、いきなりこいつが出せたりもするし、サーベルタイガーとかも普通にそのデッキ融合で出してできるっていう感じになってますね。で、まあ、この辺の、ギミックを回すのに結局その初動としてやっぱカレードチックとタイガー、ムレタイガー、これが必要なんですよね。ムーンライトって結局そのランク4をするにしても融合するにしてもやっぱ結局カレードチックの融合素材代替わりの効果とか、あとタイガーのその素材を増やす効果とかがめっちゃ強いので、まあ、ここにアクセスできないといけないので、まあ、これにアクセスするために、まあ、演武天気が2枚になっちゃったんですけども、愚かな服装を使って、愚かな服装で月光画とか、あとカレード、間違えた、セレナードダンスとか墓地を送って、こいつだったら、手札1枚捨てるとデッキからムーンライト出せますし、こいつだったらムーンライト持ってこれるんで同じ効果で。なので、まあ、この辺で、まあ、カレードチックと、タイガーにアクセスして、ヒナトラのムーブをして、融合していくっていう。で、やっぱ、ムーンライトで、その、一番ね、強いのは、一旦融合して、ガーディアンキマイラとか出した後に、このね、ウルフをね、発動するとね、ミラクルフュージョンができるんですよね。墓地除外。墓地除外融合。このカードが、まあ、要は、一旦使った素材を墓地から除外して、もう一回出せるっていう、まあ、効果になってるんだ、基本的には。なので、ウルフで、まあ、ライオダンサーとサーベルとか並んだりとか、パンサーとサーベル、出したりとかっていう動きができるので、これ非常に強いですね。はい。
まあ、このね、あの動かし方、まあ、ちょっと手札2発を入れるわけだなったので、今回はちょっと名誉結界派っていうあのカードを入れて、まあ、先行取られても、名誉結界派で頑張るっていう構築にしております。一応ですね、あの、月光画とか、セレナードが、コストにできると強いので、あの、一滴とかでもまあいいかなとは思うんですけども、ちょっとね、こいつら自体がね、手札を1枚捨てる効果があって、なので、ちょっと重いかなと思って、今回は名誉結界派にしています。まあ、ちょっとこの辺はお好みって感じかな。はい。早速ね、ムーンライト、ライオ、ダンサー。このカードのパワーをね、皆さんにもお見せしていきましょう。デュエル、スタンバイ。ムーンライトデッキ、楽しいわ、久しぶりに回してるけど。やっぱ、あのね、アークファイブさんのテーマ、めちゃくちゃ楽しいんだよね、全部。わかる？なんかさ、まあ、GX くらいまでは割と、なんだろうな、ロマン寄りの構築というか、ロマン寄りの、まあ、カードたちが多かったと思うんですよ。GX、まあ、5Ds も、まあ、ある程度は、まあ、ロマン寄りっちゃロマン寄りなのかもしれないけども、カード的にね。なんかね、アーク5になると、やっぱその遊戯王 OCG の歴史も重ねられてきたこともあって、かなりですね、そのカードパワー的になんかその現代遊戯王感があるというか、なんかちゃんとデッキとして戦える、なんかその、デッキになってたりするんだよね。で、まあ、ムーンライトもそうで、なんか普通に強いのよ。なんかキャラデッキなんだけど、ちゃんと強いのよ。まあ、それがやっぱね、あのアーク5さんのいいところ。まあ、レイドラプターズとかもそうだし、まあ、ファーニマルとかもそうだよね。ファーニマルとか、まあ、今回のこう月光とかもそうだし、アーク5さんのテーマはね、あの、とてもいいテーマが多いですね。僕はあの、アーク5なんかクソアニメでなんだと、なんかその、デュエリストからなんかめちゃくちゃ言われてますけども、この DD もそうだね。DD もアーク5さんのテーマで、なんかクソアニメだとか言われてるけども、あのね、俺はめちゃくちゃ好き、アーク5というアニメが。そしてアーク5で使っているキャラクターが使っているデッキがね、とても好きですね。捕食植物も俺あの OCG の方でもデッキ持ってるし、あのこのムーンライトも持ってるし、なんかアーク5さんテーマでね、あの持ってるデッキとてもいっぱいあります、 OCG の方で。だから思い返してみると、俺は多分ね、アーク5が好きなんだと思う。皆さんはアーク5どうですか、どう思いますか。なんかあの演出というか脚本がクソとかねなんか史上最低のアニメとか、なんかめっちゃ言われてるんですよ、巷ではね。まあ、リアルで見ていた人は確かにそういう風に思ってしまったのかもしれない。僕はね、リアルでそのリアルタイムで見てなくて、まあ、大人になって遊戯王にまあもう一回ハマって、であの見直したタイプの人間なんですよ。まあね、普通に楽しかったですけどね。まあもちろんね、アクションマジックだとか、なんかあの乱入ってるだとか、なんかよくわからん、なんかルールはね、なんかうんってなる時はあったけども、でも総じてやっぱね、アニメで使ってるキャラクターのデッキが強くてかっこいいんだよね。あとデュエルがすごく面白い、それがいいところかな。まあアクションマジックは置いておいて、こんな雑談をしていますが、この DD 使い、一生ソリティア人なんで、ちょっと喋ることないんで、ちょっと一回最終盤面までカット。俺何も やることないし、なんかあんま強くないな。サイクリートで魔法無効グレーがこれ、あデスマキナを飲んでるのか。デスマキナは契約しないと1回目の効果発動できないんで、あ、まあ、今関係ないですね。デスマキナは脳妨害でしょ、これ実質で。サイクリートで1回魔法トラップカード無効にしてくるくらいかな。とりあえず演武天気どう、演武天気どうすか、どう許されるかなこれ。あ、許される、なるほど、許される、演武天気許される。ムーンライトカレードチックをじゃあ持ってくるしかないか。カレードチック持ってきて、まあとりあえずね、有望テーマではあるんだけど、まず最初にね、あのエクシズとペンデラムで押していくっていう感じのテーマになってまして、ムーンライトっていうのは、でムーンライトカルトシックの効果発動、これは、コストでムーンライトモンスターをデッキから墓地に送り、エクサデッキからも送れるんだけど、エクサデッキから、デッキから墓地に送って、でそいつの名前になるっていう、効果ですね。融合する場合で、ムーンライトタイガーを、ペンデラムスケールにセッティングで、これは、なんか知らないけどムーンライトを示唆されできるって意味不明な効果があって、これで墓地のムーンライトを蘇生していきたいといったところ。ここ一応サイクルで止められても、黄色戻ってこれるんで、あー、OK です。全然。これ止めるのは別に大丈夫です。黄色で戻せるんで。あんまり関係ないんで、これ。これ無効にされるじゃないですか。これね、なんかペンデラム効果ね、なんかね、名称指定タイチないんですよ。なんか、戻すじゃないですか、これ。戻して、で黄色で、これ、こっちですか。もう一回は使えるんですよ、これ。また。まあ、ちょっと一旦ね、蘇生するカードないんで、エクシーしますけども。まあ、とりあえず倉庫かな。
イエローとヒナで、黄色とヒナで、エクストラモンスターゾーンに、ね、出すとね、あのグラビティコントローラーが出せるんで、多分ね、あの倉庫はここに出した方がいいと思う。で、倉庫の効果によって、演武、マジックトラップカードを1枚デッキからセットしていく。まあ、インゲンは一応融合内蔵、遠征カードですね。まあ、あんまなんか、まあ、こいつである必要はないかもしれないけど、まあ、天気が入った時にセットするカードないかなと思って入れてないけど、別になんか そんなに使わない、このカード。で、ムーンライト、タイガーをペンドラムスキルにセットして、で、タイガー効果発動する。で、もう一回これでカレードチック出したじゃないですか。はい。で、カレードチックを特殊召喚して、はい。で、カレードチック効果発動を。で、一応、タイガーで特殊召喚したモンスターは効果もこうなってるんだけど、このカレードチックが、なんかコストで起こるんですよ、墓地に。だから、コストまでは通るっていう。なんか、んっていう、んっていう効果をしています。で、これで、ムーンライト、ウルフを墓地に送って、後で回収していくムーブですね。で、ムーンライトブラックシープの効果を使って、自分を、デッキから墓地に送ると、あ、手札から墓地に送ると、融合を手札に加えるという効果。で、これで融合を手札に加えて、あ、一応沼地のマシオみたいな効果ですね。感覚的には。で、融合をぶち込んでいく。で、ここは、まあ、当たり前にガーディアンキマイラー。まず、手札のモンスターと場のモンスターを使って融合召喚をしていく。で、イエローマーテンと、これは赤と、これはまあ倉庫でいいか。倉庫で融合して、ガーディアンキマイラー。で、これでね、ドローが何かによるんだよね。キマイラ君のドローがちょっと何を引くかによるんだけども、まあ、割と運ゲー。で、ガーディアンキマイラ出していく。で、ガーディアンキマイラの効果をチェーン1で発動して、でこれで裏のケア。で、イエロー効果でムーンライトフュージョン持ってくる効果と、赤効果で相手のモンスターの打点をゼロにする効果。これはちなみに、デュエルリンクスというゲームでは、このカード強すぎて、リミット入りしてます。すごいでしょ。クリムゾンフォックスとかいうカードで、ね、リミット入りしてるんですよ。謎に。で、ガーディアンキマイラの効果で、あー、なるほどな。どうせモンスターは処理できるんで、スキルだけ叩き割ればいいんじゃないですかね。ほんで、愚かな服装の効果を発動して、愚服効果で、セレナードダンスで、セレナードダンス効果使って、これはまあカレードチックでいっか。カレードチックでいいですね。カレードチック、ちなみに融合回収効果あって、さっき巻き込んだよかったね。だからね、さっき巻き込んだよかった気がするわ。まあ、なんかちょっと若干ミスった気がするが、これで、まあ、一応これでパンサーダンサーにして、自分をパンサーダンサーにして、で俺はパンサーダンサーと言い張る。で、ムーンライトフュージョンで、ムーンライトフュージョン発動。ムーンライトフュージョンの効果により、ムーンライト、カレードチック、そしてブラックシープとムーンライトカレードチックの魂を冥界に送り、月の引力により渦巻きて新たな力と生まれ変わらん融合召喚現れでよ。月光の原野の頂点に立って舞う百獣の王、ムーンライトライオダンサー。そしてブラックシープの効果、さらにカレードチックの効果、あ、そうか、カレードチックどうせ墓地送れるからどうでもいいんだ、これどっちにしても OK、 どっちにしても融合を回収できる。これによってムーンライトカレードチックの効果と、ブラックシープの効果により融合を手札に加えながら、ブラックシープの効果によりさっき墓地を送っておいたムーンライトウルフを回収していく。ちなみにウルフはミラクルフュージョンの効果を持っている。さあ、ウルフを回収、そしてウルフをペンデュラムスケールにセッティング、そしてウルフのペンデュラム効果を発動。このカードの効果により墓地のムーンライトモンスターをゲームから除外し、ムーンライトモンスターを融合召喚する。月の引力により渦巻きて新たなる力と生まれ変わらん融合召喚。これね、カレードチックをね、除外すると相手のバトルフェッチの効果を完全に止められますんで、これでなんか、なんだっけ、DD のなんかの契約書回収とかそういう効果も全部止められます。融合召喚現れでよ、ムーンライトサーベルダンサー、うわー、つえカレードチックの効果、相手はバトルフェッチ中に効果を発動できない。行けライオダンサーでアタック、おアルティメット肉球パーンチ、ライオダンサーの効果発動、相手の特殊化されたモンスターを全て破壊し、このモンスターは一度バトルフェイジに2回攻撃ができる。アルティメット肉球パンチ2連打、
うわー、セレナさん強えセレナさん最強。あーん、あ、まあ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 あるかこれ。ムーンライトブラックシープここで融合持ってきて月光が発動できるからまあなんとかなりそう。デッキから融合を手札に加える。で融合を持ってきながら月光が発動する。で月光が、これポケモンじゃないんですよこれ、月光がって月光がっていうカードなんですよ。でムーンライトブラックシープ特殊化しながら月光が効果でこのセレナードダンスを墓地に送ればまあ割とこのヒナとトラがない両ハンドでもヒナとトラを両方ともサーチできるカードが来てるんでなんとかなりそうですね。でデッキから手札に加えるカードを、これにしまして、でセレナードダンスの効果によって、手札を捨てると、デッキからムーンライトモンスターを特殊召喚できるんですよね。だからこれムーンライトイエローマーテンを墓地に送りながら、セレナちゃんの最強モンスターであるこの、ヒナちゃんを出して OK。 これ準備整った。まあヒナの効果最悪通らなくてもまあ、これはまあイエローが墓地に落ちてるんでまあ大丈夫ですね。でイエローマーテの効果としてムーンライトフュージョンを持ってくると、まあ一応こんな感じであのトラップカード魔法カードが墓地からなんかその効果が発動できるカードがすごい多いんですよムーンライトって。だから一応ですね手札を捨てるとかいうカードと相性がいいので一応あの一滴とかともまあ割と相性、一滴か金滴か、金滴ね、なんかあの禁じられた人しずくをなんか一滴って読むか人しずくと読むかみたいな話してたらあの金滴でいいじゃないですかって言われて禁じられた人しずくだから確かにと思ったね。うん、だからこれからも金滴と呼んでいこうと思う。はい、でムーンライトどうでもいい会話をしていく。でムーンライトイエローマーテンを特殊召喚していく。で2体のモンスターでオーバーレイ、まだ天気活動しないからここでこうだね。レベル4のモンスターが2体でオーバーレイ駆使召喚走行。まあなんか相手何の妨害もなさそうなので、まあ一応倉庫の効果使いまして、で天気持ってきます。で天気発動しないときはまあ天気であの好きなカード持ってこれるんですよね。なのでまあここはそうですね、ブラックシープかな。困ったときはねとりあえずブラックシープ持ってきておけばいいと思う。あのまあ何をなれるから墓地でも、まあ、あのあれねヒナトラ以外の場合ね、ヒナトラがない あるっていう場合はまあブラックシープ持ってきた方がいいと思う。でグラビティコントローラーが穴込んだらそういうのこれブラックシープと倉庫で穴込んだらして、で穴込んだら最後に効果使えばいいから、あこれなんかクソ呼ばれてるんだこれ。これ未来レオとあのデストロイ出るわ。ムーンライトイエローマーテン効果とするでしょ。でタイガー、これあんまりここまで上振れることないですけどね、あんまりここまで上振れることはないけども、なんかすごい強い動き今からするわ多分。でムーンライトタイガー発動でタイガー効果、もう一回ムーンライトカルドチック、あこれちなみにタイガーで蘇生するのは大体カルドチックでいい。でカルドチックはここが向こうあってんだけどもコストだから払えるっていうなんか意味不明な効果があって、でウルフを一応回収しといてから、ガガガガマジシャンを出していくのかな。こちらにガガガガマジシャンの効果でナンバーズ以下のモンスター蘇生すればもう未来有用につなげられますんで、はい。でこれ次のターンのパンサーダンサー送っておいて、でレベル4のモンスターに対してオーバーレイ。あこれちなみにムーンライトギミックをね使っているとね、なんかいつも僕がやってるムーンライトソリティアデッキとかのギミック使えばなんかランク4でめっちゃ強いモンスターいっぱい並べられますし、あとダランベルシアンとかも出せますんで、まあ、好きな魔法トラップサーチしたりとか、なんかいろんなことができるんですよ。はい、なのでまあ、このねルートはねなんか覚えておいて損はないかなとは思います。でこれで倉庫とガガガガマジシャンで未来王を出してでドヤ顔で未来竜王ホープを出していくと、さすがにここで二妨害立ってるのはなんか割と強いと思うね。で未来王ホープの上に重ねてオーバーレインとか最高地区エクシェンス召喚現れよ未来竜王ホープ OK。 でですねペンディラムスケールセッティングは次のターンでいいかな。先行で一応出してもいいんですけどね、ライオダンサーとかサーベルタイガーとか言うてね、対象にならず効果で破壊されないとかいうモンスターもいますから、結構強いは強いんですよ。強いは強いんですけど、さすがに高校っていうか、まあ、3ターン目から出していくモンスターかなと思うわ。まあ未来竜王とこのデスペニーに一応相手のカード使わせて、で相手の疲弊しきったところをライオダンサーでぶん殴っていくっていう、まあ、そういう、まあ、感じの構築にしてますんで、まあ、それでいきましょう。まあ、そう簡単にはこの場面しょられませんからね。
はい、なおラータマラータマはまあ一応ケアしてるんだったら一応アナコンダ破壊しとくけど、あデストイか、なるほど、デストイパッチは分かんねえから、これ入ってるからデスピアかもしんないか、融合はいいいでしょう、1枚か2枚に爆破、いやこのカードがねやっぱ融合界のね革命ですからね、あのカードが入れられるデッキは全部強いですよ。デスピアの同期アルベル来た、でアルベル召喚成功時効果で、まあ、これは明らかに無効にしないといけないので、まあ、未来竜ホープ君の効果によってデスピアの同期アルベルの効果を無効にしていく、まあ、一応1滴とか投げられると結構きついが、で倉庫の、を墓地送ってなさそうですね、何も知れなさそう、パクれる OK、 でも一応相手融合あるから、まあモンスターは出てくるかもしれないな、何らかのモンスターは。ちなみにこれパクったモンスターをあの素材にガーディアンキマイラ出すのが気持ちいいです一番相手のモンスターパクって未来竜王で、でそのモンスターを素材にしてガーディアンキマイラ出すっていうのが一番か気持ちいい、確かだガーディアンキマイラのね、はいはい、で、チェーンとアレイスターで、あカリギュラ、あーめんどくせえな、カリギュラめんどくせえな、やばい遅延モンスター来た、アルティメット遅延モンスターですねこれは、お互いにあの1ターンに1度しかなんかモンス、効果を発動できないし、モンスターのなんか1体しか投げられないみたいな、まあ、一応これでデスペに効果発動して、これは後ろか、後ろ破壊する、であれデスペニの効果なんで発動しなかったの、あれあカリギュラか、あカリギュラだ、あそっかあそっか、そういうことか、カリギュラだ、あそうか、デスミニが1体で2回発動するからか、なるほど、ミスったわ、まあミスったけど何とかなんだろう、多分さすがにミスったけど多分なんとかなると思うわ。カリギュラめんどくさいのでカリギュラを処理しに行かないといけないので、ですね、とりあえず融合してこれガーディアン決まらないでカリギュラ処ってからじゃないと動けないのこれ、融合した方がいいのこれね、まず一発融合を打って、残念ながらまあ、これ相手のモンスターパクったモンスターで、ね、これ一番気持ちいい融合の方法で、これでムーンライトクリムゾンフォックスの効果使っちゃダメでこれ発動するとガーディアンキマラ発動できなくなるから、ガーディアンキマラの方だけ発動して1枚破壊1枚ドロー、はい、フュードのデスに来た、いらないで、ここ破壊する、でこれも破壊する、はい、オッケーで、デストイパッチワークね、オッケーです、了解しました。で、アレベル効果、相手のモンスター効果無効にしようとしてくるが、これを未来竜王ホープで止めて、オッケー、効果そして、これでムーンライトウルフだな。オッケー、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 オッケー。カリグラ意外と強いの。これ結構さ、この環境実は先行カリグラって結構強かったりする、もしかして。これ先行カリグラだし、実は最強説あるな。ちょっと今度召喚師アレイサーレッキ作ったらこれあの先行書でカリギュラっていうパターンちょっとやってみるわ、絶対強えわ、今すげえ困ったもん。でムーンライトウルフをペンデラムスキルにセッティングし、ムーンライトウルフの効果を発動、墓地のモンスターを融合素材にして融合召喚を行う、月の引力により渦巻きて新たな力と生まれ変わらん、融合召喚現わないでよ、ムーンライトライオッダンサーかっけーかっけえマジで、相手はこのバトルフェイ中に何の効果も発動することはできない、行けライオダンサー、うわー、ガーディアン決まりとりあえずアタックして、ライオダンサー2連打アルティメット肉気パーンチいやこのライオダンサーとかいうモンスターはめっちゃ強いわ、あーまあ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 悪くないんじゃない、悪くなさそうですね。あ、でも、そうでもねえか。タイガーしか来てないか。タイガーしか来てないか。レベル4にいたら並ばねえな。これは、ダンサー、デスフェニか。展開伸びねえな、これ。ダンサー、デスフェニか、これは。ちょっとね、カレドチックにアクセスできないと、ちょっと若干弱いんですよね、このデッキ。まあ、あの墓地アドも稼げないし、まあ、レベル4も並ばないので、まあ、しょうがないので、まあ、これはこうしましょう。で、まあ、こうして、デスフェに出して、
デスベニダンサーえんのかな。ちなみに一応キャットダンサーは戦闘では破壊されないよっていうなんかちょっとした体制があるので、まあ、一応頑張ってはくれる可能性はあるという感じですね。まあさすがに、まあ、今の環境ね、割とバウンスとか破壊とか飛んでくるのが当たり前の環境なので、まあ、まあ、あんまり過信しないでね、まあ、でもとりあえずまあ戦闘だって破壊されないしみたいな感じで横で出してエンドすることは結構あります。はい。さあ、デスフェニで一応一妨害があるので、まあ、相手の、まあ、マストカウンター、うわあ、妨害なくなりました。はい。妨害がなくなりました。デビルコック。え？あ、出た。これあれか？自爆特攻してくるやつか。このカードが相手ライフに戦闘ダメージを当たったとき、相手はデッキからカードを2枚ドローする強制効果。カバーカーニバル。ま、まずい。ま、まずい。収縮。はあ、はあははあ。なるほど。打点を半分にしていく。なるほど。これあれか？これ自爆特攻してめっちゃカードドローするコンボだよね、これ。なんかさ、これでさ、なんかデッキの中のカードめっちゃ引くみたいなコンボありますよね、これね。なんか、お料理デッキ、通称お料理デッキ。これ何するんだろう、これ。やばい、手札めっちゃ増える。やばい。ちょっとデビルズコックさん、一回落ち着こう。ちょっと相手にカードドローさせすぎだよ。君1800か。打点1800しかないのになんでそのダメデビルズコックついてんだ、これ。アックスレーダーの方がなんか12億倍強いぞ、これ。超カバーカーニバルでディスカバーヒッポが出てくる。やばい。いや、でも、言うて、相手ライフ的に、そんなに自爆特攻できるんだろう。屈指36。これで3700入るだろう。3700入ったらもうライフないんじゃねえか、相手これ。いや、デッキは引き切れないはずだ。このダメージ量であれば。やばいな、でも。すごい量のドローが入るぞ。まずい。あと残りデッキは21枚。まずいぞ、デビルスコックさん。ちょっとドローさせすぎですよ、あなたもう相手のデッキもなんか10何枚、これやばいですよ、なんか十数枚なってますよ、相手のデッキ。まずいですよ、超カバーカーニバル。まずい。いや、でももうこれ自爆特攻できんだろ、これ。ヒッポ出てくる。まあ、それいいわ。ヒッポは出てくるのいいわ。で、トークン出てくるでしょ。いや、だってさ、言うてさ、今17枚でしょ。17だから、自爆特攻今多分これ3回までしかできなくて、3回もできないか。3回できるか。3回できて、1回目。いや、できないな。もう2回だ、これ。だからこれ次自爆特攻したらもう負けやん、相手。ま、なんかいけるぞ。耐えてる。止まれ。なんだこれ、トラゴエディア。トラゴエディア、なにこいつ。え、打点高っ。これ俺、ま、殴られたら負けんじゃん、これ。神秘の中華鍋。え、殴んないの。え、どういうこと。やばい、でもライフめっちゃ回復された。まずい。これデッキの中のカード全部引き換える、まずいぞ。おい、なんだこれは。何をしようとしている。残りデッキは9枚。まずいぞ。まずいぞ。これは非常にまずいことが起きている。デビルズコックさん本気で次。いや、あと残りデッキは9枚。あ、7枚か。止まれ。もう止まってくれ。もうカバーカーニバル発動しないでくれ。やめてくれ。やばいぞ。エンタメイト、ディスカバーヒッポを特殊召喚して、さらに特化が出てくる。まずい、これでデッキの中のカードを引くことは確定してしまった。一体何を考えているんだ。ああ、もうデッキの中の、あ、でもあれか、7枚だから、あの2枚2枚でドローしていくと、若干足んねえのか、これ。なんかワンチャンあるな。なんかデッキ切れなくて、なんかコンボパーツ一番そこに埋まってろ。デッキのコンボパーツ、デッキ落ち場所に埋まってろ。頼む。で、これで一応2枚引くでしょ。え、これでさ、自爆特攻したらさ、あ、どうなるのこれ。これで引けなくて負けるよね、多分ね、これね。メイン2、はい。メイン2いいですよ。手札、今、多分相手なんか40枚くらいありますけどね。うちでの小槌、はあ、いや、うちでの小槌やばい。ちょっと待って、コンボパーツ強引に集めようとしてる、こいつ。ちょっと待って、やばい。やめてくれ。
まじいことが起きた。なんだこれは。ああやっぱりだ。お料理エクソだ。出た。お料理エクソだ。初めてだったマスターデュエルで。